名前の由来は3つの川か3にあらず。矢作の川を御川と名付けし者がその由来。人水緑が輝きて活気に満ちたるふるさとの美しき町岡崎は、守りが我ら青い武将隊、我こそは嫌いは近吉成。ご覧の船も岡崎様はお城下まで船がつく。岡崎城で生まれしユースコ、猿の竹千代と呼ばれし幼き頃は尾張の織田に駿河の今川明日をも知れぬ人質暮らし。関南深空を乗り越え19歳、ついに果たせし岡崎入城。岡崎城の不思議なパワーに守られて天下統一、共に井戸も増津っきゅ。ついに悲願の天下統一、家康公の治めし江戸幕府。天下太平、なんと264年もの長きにわたり世界に名だたる平和の時代。これぞまさしくグレート、グレート家康公なり。我らは家康公の偉業を助ける三河者、グレート家康公青い武将隊なり。かくいう我は大事を助ける草の者、伊賀に将服部半蔵正成。皆さん、諸突申し、それが身の上。いつも戦は先方で、怠き伝えぬこの俺は美しいという人もいる。血気盛んなこの武将、鎧の色も赤備え。誰が呼んだか、戦場の鬼、我らは井伊直政。鎮幽賢美と人は言う、人格者とも人は言う。そんなことないと思うがな。小牧長久手の檄文では、全ての武士をも動かした。向こう派の言う、我らは榊原康政。サインは後でな。ズワリだ。先祖で雷子君に仕え、松平の神守護だ。幼き頃から家康公の御為にと従いしは、一向一揆に改宗し、一度たりとも負けしなす。ただ勝つのみ名付けられし戦国最強の武将。我こそ本多忠勝。天下は一人の天下にあらず。天下は天下の天下なり。我慢心道官人、さぬき頃より戦力を定めという名の雑魚に呼び、あれず耐えたそれがしの生涯かけたる望みとは、天は太平の世、時空を超えて激動の平成の世によみがえる三河武士。我こそ家康公。冷凍家康公。